辞職届を提出したののは、長崎市の諏訪神社のゴンネギ7人です。諏訪神社によりますと、権ネぎ7人は、体調を崩していた宮司の意向で、今月1日付で辞職届を作成しており、今月12日に宮司が死去したことを受け、きょう、その辞職届を神社に提出したということです。ゴンネギ7人は、 上司であるネギ2人から日常的にパワハラを受けていたとして、現在、長崎地裁で損害賠償を求める訴訟を起こしていて、亡くなった宮司は、ゴネギ7人のため、ネギ2人と仕事場を分けるなどの対応を取っていたということです。諏訪神社をめぐっては、新しい宮司の候補者がネギ2人の処遇をめぐる責任役員側との意見の違いから、内定が白紙となっています。 またゴンネギが長崎くんちの実務を担っていたことからことしの開催にも影を落としています。